夏休みの宿題の定番である読書感想文、意味がない、かえって読書嫌いになるなど様々な批判を受けていますが、こうした批判は半世紀以上前からあります。批判を受けながらなぜ続いているのか。歴史を見ると、読書感想文は感想というより自分について書く作文であるといった特徴や問題点が見えてきます。読書感想文は1955年に、現在も続く読書感想文全国コンクールが始まったのを機に広まりました。教員有志による団体である全国学校図書館協議会 SLA が、青少年の良書に対する関心を高めることと各学校の読書指導を促すことを目的に始まりました。多数企業の支援を受け、運営ノウハウ面は自社で4年読書感想文コンクールを開いていた教育用図書取り次ぎメーカー日教版、資金や広報は第2回から主催に代わる毎日新聞社、商品は電通などの協力を得ました。組織力の充実もあり、読書感想文コンクールは急速に普及していきました。とはいえ、いくら周知が徹底されても強制はできません。多くの教員がコンクールに賛同して参加した理由には、そこまでの教育の歴史が関わっています。日本で学校制度が始まった明治時代、文章を書く学習は主に手本を真似するものでした。まずは手紙文。当時は日常生活で手紙が多数使われていました。法事の招待、金を借りる文、友人の昇給を祝う文、氷屋の開店広告、競馬工業の工場など、おおよそ子供が関わらないことを含めて様々な文章を学校で書かせました。こちらのような学校行事を案内する文も作文の題材となりました。明治13年1月14日、我が校開業式を行う。聖羅本校の生徒たるをもって喜び、都に入れてこれを祝す。それ人、幼少より学ばざれば、愚人となる。聖魔未だようなり、ゆえにますます勉強して、本校の恩に応えんと欲す。他にも、書類、出張届、開業届、養子届など、会社や行政手続きの書類も書かせました。他には説明文、事物について教科書的な記述も書きました。こちらは小学2年生に書かせた猿の説明です。猿は山に住む獣にして、その形人に似たり。そして観作文、伝統的な漢詩を模倣した文章を書きます。しかしこちらのように、花見で酒を飲むという明らかに小学生の実感が伴わない模倣だけの文章も書かれました。よ、友人と数名傍地の梅花を見んと欲し、今日を携えて共に至る、見れば数百株の梅樹つぼみを破り。このような与えられた文章を書く作文教育は大正時代に一変します。大正時代になると、子供が自ら題材を選んで自由に文章を書かせる綴り方が広まりました。子供の言葉で話すように書く方針でした。こちらのように明治期とは大きく異なった日記的な文章となりました。10月30日のことであった。僕の家のお湯の沸かし、お風呂を沸かす大事な釜が壊れてしまった。僕たちはお風呂に帰ることもできないので、翌日すぐ職人に頼むと、今日は天朝節だから休みで、明日は一日休みで、明後日は日曜だから休みですと、めちゃくちゃなことを言っていた。僕は特本の鍛冶屋のところを読んで、この職人と鍛冶屋とは随分人格が違うと思った。子供らしい、あるがままの純粋な文章を求める風潮は、自由を求める大正時代の流れもあって支持されましたが、逆に子供に理想像を押し付けている同心主義と後に批判されました。児童文学雑誌赤い鳥など全国雑誌に子供の作品が掲載され、多くの読者を獲得しました。作品が広まるあまり、作品に悪口を書かれた人が作品を書いた子供の親や教師に怒鳴り込んでくる事態まで生じました。綴り方は戦中には規制され、学校では国に奉仕する気持ちを書かせるものとなりました。戦後も綴り方は山彦学校を代表に展開されますが、多くの学校では学校行事についての作文と読書感想文が作文の主となります。子どもの家庭生活には大きな差異があり、その都度個別に指導を考える必要があるなど、
綴り方は指導が大変です。しかし学校行事や本ならば家庭背景や地域性を問わずに平等に体験でき、題材も明確で指導しやすいです。こうした理由から行事の作文や読書感想文は広まったと考えられます。こうした経緯もあって読書感想文は単なる感想ではなく、読書を自分の生活体験と結びつけて成長した物語を書くことは好まれます。読書をした感想には当然批判や疑問もあります。面白いと思っても感銘や成長とまで言えるものになることは稀です。しかし読書感想文は単なる感想ではなく、極めて規範的な性格の読書感動文である。読書感想文を解説した書籍やコンクールを考察した田中はこう表現しています。こうした感銘を受けなければならない、少なくとも本に否定的ではいけない、読書を通して成長するという読書感想文独特の価値観に対する批判は昔からあります。以下は全国コンクールが始まってまだ間もない1957年に書かれた読書感想文の問題点です。本を読んだら感心したように書くものという先入観がいつの間にか子供に植え付けられていること、本を読むことによって人間があっさり立派になり良い子になると思い込まれていること、感動文であるべきという規範が有意義な疑問を含んだ感想を封じ込めたり、自分は読書に向いていないと思わせたりしては本末転倒です。読書感想文では物語でも論説でも随筆でも詩集でも本であれば対象です。ただし雑誌などは対象になりません。その理由は読書とは何かという価値観も関わりますが、活字出版の振興という側面は大きいです。全国コンクールでは1962年から課題図書部門が追加されており、その意義を以下のように記しています。不読者層の増大が愚意を持って論じられ、書店には漫画コミックが溢れている現状を見るにつけ、この事業の持つ意味はますます重要になってきている。課題図書の果たす役割もますます大きなものになりつつある。課題図書に選ばれると出版社にとっては大きな売り上げとなります。全国コンクールでは電子書籍も NG とされています。内容ではなく本という媒体にこだわっている、それは出版振興の側面があるからといえます。しかし様々な表現媒体のある現代、一冊の本という形式にこだわることは教育上もったいないように思います。感想文は読書に限ったものではありません。例えば物語をじっくり見てほしい、深く考えてほしいなら漫画、映画、ゲームなども良い物語がたくさんあります。私自身定期的にゲームのストーリーの感想を書いていますが、ゲームの物語を通じた体験や思考は決して本より劣っていないと実感しています。普段から触れている媒体で何気なく見ていたものを自分はどう感じたのか改めて考えて言葉にしてみる、そうして得られる体験は読書感想文を書くためだけに読んだ本からより大きなものになると思います。何を考えさせたいのか、何が効果的か、今までの形式だけにこだわらず読書感想文のあり方を見直す動きが広まればいいなと思います。今回の参考文献はご覧の通りです。こちらの文献リストは動画概要欄にも載せています。また、今回の内容のテキスト前のリンクも概要欄に載せています。引用箇所など詳細を知りたい方はそちらをご参照ください。このチャンネルでは、学校で教えない教育についての素朴な疑問や誤解、教育の仕組みを丁寧に解説していきます。多くの方に教育について知ってほしいと活動しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。